エフゲニー・ランセレ、または、エフゲニー・ランセライは、ロシア、ソビエト連邦の画家である。パブロフスクに生まれた。母方の祖父、ニコライ・ベノワは、画家で、父親のエフゲニー・アレキサンドロビッティ・ランセレは彫刻家。母親は、グラフィックアーティスト、おじのアレクサンドル・ベノワは有名な舞台芸術家、画家である。妹のジナイーダも、画家として知られる。 1895年から1898年の間、パリのアカデミー・コラロシ、アカデミー・ジュリアンで学んだ。ヨーロッパ各地を旅し、1899年にロシアに戻り、アレクサンドル・ベノアラが主導する雑誌、芸術世界を中心とする芸術運動のメンバーとなった。革命後は、1917年にサンクトペテルブルクから避難し、3年ほどダゲスタンで過ごした。 1920年代の初めには日本やトルコのアンカラを旅した。1927年から1931年の間パリに住んだ後ソビエトに戻り、1934年から138年の間はレニングラードの美術アカデミーで教えた。1943年にスターリン賞を受賞し、1945年にロシアソビエト連邦社会主義共和国の 人民芸術家の称号を得た。ありがとうございます。